皆さんこんにちは。今回の選挙はどうなるかということについてお話をします。本当にその解散のあと公示日まで、いろんな話がありましたけども、希望の党がどうなるかとかですね、いろいろドキドキするような、びっくりするような経過がありましたが、どうなるかという数字が結構出てきました。安倍政権の評価ということが、一番今回の選挙の、基本的なことなんですが、安倍政権を支持する人が、約30%、国民のですね。で、70%は、安倍政権を支持しない、あるいは関心がないということになります。安倍政権がどうなったら退陣するかということを、お話します。衆議院の定員が465人です。過半数が取れなければ不信任で、過半数が取れれば信任ということで、本当に簡単なんですね。233を取れば、安倍政権は続く。233が取れなければ安倍政権は退陣というふうになります。で、じゃあ今どれだけいるのかというとですね、300、約20ですね、320。つまり、233と比べるとですね、もう、約ね、80人ぐらい超えてるわけですね。だから80人減らしてもまだギリギリ政権維持できるわけです。ですから希望の党がですね、最初現れた時に100議席は減るだろうと言われたんですね、与党が。だから100議席を減らしたら、とにかくもう政権をもう離さないといけない、そんな状況だったわけなんですが、その後、ご承知のように結局安倍自民党に対してですね、小池自民党が生まれただけで、結局その票は割れるだろうけども、そんな100も減らないということで、今予想としてはですね、だいたい300ぐらい取るんじゃないかと言われています。233を切れば、退陣なんですが、ただそこでですね、233を与党が失ったと。しかし逆に233を取った他の、単独野党はないわけですからね、どう考えても。ですからどうなるかというと、そこから多数派工作ということが動きます。与党になるために、あなた来てください、あなた与党に来た方が活躍できますよと、なんて言われたら、多分ホイホイと行くだろうということで、結局233を切ることはとても大事なんですけども、切ってもですね、多数派工作で最終的に与党は与党を維持するだろう。で、安倍さんに代わる新しい総裁をということで、おそらく出てこないでしょう。安倍政権が、再スタートするという見込みが高いです、残念ながら。で、本当にその小池さんが、最初言い出したように、日本をリセットする、安倍政権を倒す、本当にその倒すというのは何のことかというとですね、リセットするというのは、憲法改正というのを基本的に白紙に戻す、そして、安保法制で、秘密法とかですね、共謀罪とか、安倍政権が強引に憲法違反で、強行採決によって作った、こういうものを一応白紙に戻す、アベノミクスも白紙に戻すということを通せばですね、確実に安倍政権を、交代させることができた。しかし小池さんの本音はそうではなかった。そしてそのことでかき回された、特に民進党など、野党は、とても、貧乏くじを引いてしまったなと思います。私の、選挙の、読みはそうなんです。こうなるから諦めなさいではなくて、このままいくとこうなるぞ、だから諦めないで頑張ろうよということを言いたいので、くれぐれもよろしく。